はい、公認会計士税理士の山田信也です。本日はコロナ特例で国民健康保険料を年40万円安くする方法です。お送りする内容は国民健康保険料のおさらい、2つの減免制度、コロナ特例の減免制度、減免割合、40万円安くなる具体例、申請処理、 注意点などについいいててお話ししていきたいと思いますというわけで本日は国民健康保険料の減免の話なんですけどもコロナが始まってからですねずっとコロナ特例の減免というのがあるんですけどもこのですね令和4年度に関しましてもこのコロナの減免制度が続くよという発表がですね厚生労働省の方から出ましたので現在行われているコロナの減免制度についてお話ししていきたいと思いますまずはですね国民健康保険のおさらいなんですけども国民健康保険自体は自営業者 無職74歳以下の年金生活者がが加入している保保保険険険でで料をを払ううとと証をもらうことができます会社員や会社員の不要家族の方はですね会社の社会保険に加入しますのでそれじゃない人はみんなこの国民健康保険に入ることになりますそしてその多くが地方自治体各市区町村の運営になってますでは国民健康保険料はどうやって決まってるのかと言いますと去年の所得で決まるんですねなので今配信してるのがレ 令和4年の4月なんですけども令和4年分に関しては令和3年の所得が基準になりますじゃあ去年の所得どうやって分かるかと言いますと確定申告をしてるからですねで確定申告をするとそれが皆様お住まいの市区町村に連絡がいって6月上旬頃にですねこの令和4年分の保険料が決定しますで保険料はですね4月から翌年3月の1年分をですね毎月納めるんじゃなくて大抵の市区町村は 年年10回にに分けて具体的には6月月から来年の3月まで納付するということになりますこの国民健康保険料とか住民税は去年の所得がベースだっていうのはよく覚えておいてください。後々これが重要なテーマになってきます。さて、国民健康保険料には2つの減免制度があります。まず1つはですね、左側ですね、法定軽減というのがあります。これは国が定めている低所得の基準っていうのがあるんですね。まあ、具体的に言うと家族が増えるほどですね、減額される可能性があります。で これらの基準に達しますと、7割、5割、2割、それぞれ減免になったりします。で、この法定軽減は、市区町村の方で勝手に計算してくれますので、申請などは不要でございます。ただですね、確定申告とかはね、ちゃんとしないとね、市区町村に去年の所得が伝わんないですからね。かたえですね、自治体の減免制度というのがあります。こっちはですね、会社が倒産しました、解雇になりました、所得が激減しました、そして災害に遭ってしまいました。こういった事情があると、保険料を減額することができます。で で、これはですね、申請主義。絶対自分で申請しないと保険料は下がりません。で、今日お話しするコロナ特例は、この自治体の減免制度に追加された特例です。具体的に見ていきましょう。コロナ特例の減免制度。こちら、令和4年度もルールは同じです。この3つの条件全てに当てはまる必要があります。まず1つ目は、主たる整形維持者。 のメインの収入が前年よりも30%以上減少していること。で、二つ目はですね、前年の合計所得が1000万円以下であること。 なんで前年かというと、先ほども申し上げた通り、国民健康保険料というのは前年を基準にしてるからですね。で、合計所得っていうのは何かと申しますと、ざっくり言うと、収入から経費を引いたもの。これが合計所得です。なので、いろんな控除とかを引く前のものだ、という風に思ってください。そして、三つ目の条件が、前年のメイン収入以外が所得400万円以下であること。どういうことかというと、いや、副業とかでいっぱい儲かったらダメですよ。そういう意味でございます。じゃあ、メイン収入 ととといいうのは何かと言いますと具体的に言うと事業収入か不動産収入不動産収入っていうのはいわゆる賃貸業とですねで三輪収入とか企業収入でこれのどれかが30%以上減少していたらこのコロナ特例の対象になりますですので株の取引で損したよとか不動産を売却したよとかそういった収入とかは関係ないということです では、年収が去年よりも30%以上下がりそうだという場合にどれぐらい減免されるかと言いますと、実はこちらですね、主たる整形維持者の前年の合計取得金額で変わってきます。 ここちょっとややこしいんですが、30%下がるかどうかっていうのは、この収入の時点の話で、で、どれぐらい減免されるかっていうと、こっちの合計取得の話になるっていうね。この辺ちょっと注意してください。で、そもそもコロナでお亡くなりになられたり、重篤の場合は全額免除。個人事業主で事業が廃止されたり、あと失業してしまった場合もこちら全額免除。そして、前年の合計取得金額が300万円以下の方も全額免除。で、300万円超、400万円 以下の方は8割でこういう感じで550万円以下なら6割750万円以下なら4割1000万円以下なら2割という形で減額が認められます具体的に見ていきましょうこちら40代の自営業の方去年令和3年分の所得が500万円だったとしますそしてパートで不要の範囲内で働いている配偶者がいて子供二2人いる場合だとしますでこの方の年収がどうやら3割以上下がりそうな感じだったとします この場合ですね、今年令和4年の世帯の保険料が総額67万5928円なんですけども、この場合、減免額がいくらになるのかと言いますと、保険料の67万円に所得550万円以下なんで6割かけます。そうすると、大体40万円の減額になります。これちょっとざっくりしている理由はですね、介護保険料に関してはまたちょっと別の計算式になりますので、ちょっと今回は簡略化しましたが、だいたい6割ぐらい減額 されると思ってていいただいて大丈夫ですちなみにこの世帯保険料もですね各市区町村によって全然違いますからね今回は東京23区の例で計算してみましたそれでは収入が3割以上下がりそうだなという場合具体的にどうやって申請すれば良いのかと申しますとこちらもですね市区町村によって結構異なります大体のケースで言いますとこちら東京都中国の場合なんですけどもまずですね申申請書書と収入申告書 こちらを書いて提出する必要があります。こちらが減免申請書ですね。そして収入申告書の方にはですね、去年の収入と今年の収入見込みを書く必要があります。こちら見込みなんで、あくまでも予想を書くことになります。そして添付書類として、丸の2ですね。廃業や失業した場合は、それがわかるもの。 具体的には廃業届とか離職票ですね。そして今年の収入が分かるもの。前年の収入が分かるもの。こちらが必要になってきます。具体的には確定申告書とか、源泉徴収票や給与明細や、あと通帳とか請求書とか、そういったものを提出しなきゃいけない市区町村もあります。で、ここで注意点なんですけども、給付金は収入計算に入れなくても大丈夫です。そして前年の所得が0円だった場合は、こちら、そもそも計算外になります。コロナ特例が使えないってことです。 ただ、前年所得が0円だった場合は、そもそもですね、国民健康保険料も一番安い基準になってるはずですから、それほど困らないと思います。そして、会社都合の解雇だった場合は、別のですね、国民健康保険料の軽減制度がありますので、こちらをまず使うことになります。そして、同じ国民健康保険でもですね、国保組合という各業種別の保険証を持ってる方もいると思うんですが、この場合もまた別の基準になります。詳しくは各国保組合にお問い合わせください。そして、このコロナ特例はですね、 適用されるのは基本申請をした月以降でございますすでに納付済みの過去の分に関しては訴求しない市区町村が多いかなというふうに思われますただですねまだ払っていない過去の分があるよという場合は例えばですね納期限変更申請書などを一緒に提出することによって未納付の過去分に関しては減免される可能性が高いと思われます そして、複数の所得を持ってるよとか、夫婦共稼ぎだよといったですね、稼ぐ主が複数いる場合もですね、また別の計算式になります。で、これらのですね、申請書の提出方法は、多くの市区町村で郵送がメインだと思われます。コロナの特例って、役所に密集するのがダメなんで、大体は郵送ですね。 じゃあ、具体的にどうなのかっていう話はですね、ぜひですね、検索して調べてみてください。皆様がお住まいの市区町村にプラスして、国民健康保険減免とか免除、コロナというのをですね、同時に検索すると出てくると思います。仮に出てこなかった場合はですね、皆様お住まいの市区町村に電話していただいたり、訪問する方がいいと思います。具体的なですね、保険年金化とか健康保険化、 といった名称だと思われますこちらも市区町村によって当然違うと思いますしこの令和4年分に関してはですね厚生労働省も発表したばかりだと思われますのでおそらく6月頃までに各市区町村のホームページでアップされるのかなという風に予想されますというわけで2022年4月3日12時時点の情報でございました今後の情報につきましては各地方自治体のウェブサイトや私の youtube や twitter でも常時大きな動きがありましたら情報 を発信していきたいと思いますというわけでこのチャンネルでは税金ビジネス都市経済のお得な情報とか国のですね結構ややこしいお得な情報について分かりやすく解説しようとしているチャンネルでございますチャンネル登録をしていただけますと私の動画制作の励みになりますのでどうぞ今後ともご卑怯にそれではまたお会いしましょうバイバーイ